あのね、助言者は違うの、聞いた時だけすごく冷静。なんかどこを見てるとかあるの？投票。あ、投票？投票と、ウォルターの桶の穴。そうなんだね。それ内久井さんとか、まあ、ソウルとかとも話しててそう思ったけど、うん、あの人はもう絶対芝居やりたい人で、うん、例えばこの自粛期間中もずっと本、芝居のメカニズムとか、うん、そういう難しい本を読んだり、あと戯曲を読んだり、うん、もう本当に役者のというか演劇で生きてるんだけど、うん、まあ、あの神社もそうかもしれないけれども、そっちだね、俺はそうじゃないなって感じ。なんかでもないものねだりかもしれないけど、あ、そっちでいるべきなのかもって思うことはたくさんあるんだけど、でもねやっぱりね気づくと、なんだろう、もう何かを観察したり何かを取り込もうとしたりもうそっちばっかり見ちゃって、もう自分に何かをこうどんどん吸収していこうっていう時間にどうしても当てちゃってて、うん、でもそれはあるよね。なんか役者やってると、うん、何か起きた時にあこれ活かせそうとか、そう、ある思っちゃうね、うん、私生き物が大好きなんだけど、はい、そのさ植物でもさ動物でもピカチュウでも何でもいいんだけど、もうみんなさその生き方に特化した形をしてるでしょ。わかるわかるこれ、わかる、そうだからあのブサイクとかも何もないんだよ、うん、もうただ美しいの、なるほどね、全て、うん、葉っぱ一枚、うん、その形だから太陽浴びるんだよねみたいな変態みたいな、ね、今の発言はちょっと変態、ね、だけど、うん、本当そう思って見ちゃってると、あ、みんな生き物のプロって役者は人間のプロでいなきゃいけないってことは、結局その自分の生きたい道の個性を伸ばさなきゃいけないっていうか、そこに対して人間だけじゃない、なんかネガティブな要素を拾うって、そうかもしれないね、みんな、動物たちは思ってないもんね、そうそうそう、うん、なんかなんで足が短く生まれたのっていうのをさ、うん、その代わり足がめちゃくちゃ速いとか、なんか穴に潜れるとか、他にできないことができるとか、もうそれが私大好きで、なるほど、なんかね、それが私の中でその役者を生かす上でのその心の持ち方とかをその生き物から学んだりとか、へえ、面白いねっていう時間ばっかりやってるから、もう植物に話しかけたりするんだよねいやそれはちょっと変な感じがする、あの客観的に見ちゃうと、うん、話しかけてあの人ってなっちゃうけど、いや街でね、そう、うん、植物に話しかけてる人とか昆虫に向かってあーってやってる人を見てもね、うん、変な目で見ないで、なんかもう分かるから渡して、本当にそれは、なるほどね、はい、実際それやってるよ、やるやるやる、全然やる、植物とかやるやる、あ、今日も可愛いねってやる本当にそうなんだやる、全然やる、え、ですごい観察するの、その観察する、あ、で毎日見てるわけでしょ、うん、その植物に関してもさ、うん、でも毎日観察する、毎日違う、毎日違う、毎日違う、ちょっとずつ毎日は、そうなの、それ見てないと分かんないね、動物が好きな、植物が好きな、そんないの、ないないない、垣根はない、もう地球の上の生き物たちがもうみんな好き、ジアースな、ジアースな、もうみんな好き、昆虫も平気、面白いね、あ、そうなんだ、虫とか全然大丈夫なんだ、虫も平気、全然触るしね、で今の話で言うと、うん、ちょっと何、人間をコンプレックス感じたりするじゃないですか、うんうんうん、まあ足なり目がちっちゃいとかね、はい、太ってるとか、うん、でそういうのないってことだ、うん、あるからそうだった、自分にはそうあるんだ、めちゃめちゃある、あるの、めちゃめちゃあって、あ、お前たちはいいよなってやってるの、逆に、え、うん、だって動物は特化してるからその形でいるわけでしょ、そう、え、遠藤さんに関しては何がコンプレックスなの、うん、もう言えない、恥ずかしい本当に本当に言えない、ぶっちゃけて、ぶっちゃけて、みんなコンプレックスないでしょって思ってた、本当にあるの、本当にそんなん、まあ、言わないでください、あなたがってみんな思ってるよ、いや、本当に本当にあるあるんだ、うん、あ、言えない、じゃあ言える範囲はない、ここで、いや、もう全部本当に死ぬほどあるの、あ、そうなんだ、うん、その抱えて生きてきてる、うん、もうずっとすごいあるんだ、ずっとある、ずっとある、死ぬほど抱えて、逆に動物はそれを考えないし、うん、逆にそういう風に生まれてきてるんだからいいよねっていう目で見てる、最初はいいよねっていう妬みみたいなところもあったんだけども、うん、私も動物だって思ったから、そうね、それはね、なんか抱えてるよ、抱えてるんだけど、うん、結果そこを気にしてると美しくなれないって思ったから、そうね、あ、それはね、転換期みたいな、あ、切り替えれたタイミングがあったね、あったね、あったあった、うん、あった、そうだね、自然と、自然、いやでもね、やっぱり人の出会いとか、うん、その作品の出会いとか、やっぱ芝居やってて、なんかお前はここでよくないよとか、やっぱいろいろ言ってもらったりするじゃない、うん、その中で気づいたタイミングっていうのが2回ぐらいあって、うん、やっぱり結局だから芝居の中でそういうのを全部知ってっていう、
なるほどね、うん、いやその、まあ、人生経験というか、うん、人間性としての過程にも芝居がなっている、うん、ということなのね、うん、自分を形成してってる、形成してる。ちなみにお芝居はいつだったの？23とかじゃない？23、それまでは何ですか？トロンボーン吹いてた。あ、そっか、トロンボーン奏者。え、もうさ、それで何学校とか行ってたの？うん、東京大進学を、よ、一応名前だけはっていう。え、今は全然全然、たまに吹いたりもするけれども、うん、やっぱその頃はもうほぼほぼプロでやるつもりでやってるものじゃない、うん、だからね、うん、ちょっと時間を空けてしまった時に、うん、その自分の頭の中で形成されている音とそれが体がついてきてなくて音が鳴らないっていうことが怖くって、どんどん触れなくなっていっちゃう。逆にね、離れすぎて。そう、今やっと今年で私舞台だから役者を始めて10年目なんだけども、はい、やっと吹っ切れた最近。それはそれとして今は音を出すことを楽しもうって思うのに、うん、10年近くかかった。まあ、やっぱり本気で目指してたからだよね、うん、それはプロとかもね。そう、本気で、そうね、だったからかな。なんかアスリート、なんかやったじゃん、うん、スポーツ、うんうん、そうね、アスリートとかもよく言うさ、1日休むと3日交代するみたいな、まあ、よく言うよね、それは、うん、それはやっぱね、音楽でもやってたよ。筋肉、1日吹かないと3日交代するって言われて言うよね、特に吹奏楽系とか、まあ、毎日やるじゃん。うん、もうでちょっとでも1日1時間2時間でもいいから触りなさいみたいなさ、そうそう、音を出しなさいみたいなさ、うん、やっぱあるんだね。あるある、全然一回触らなくなるともう怖くて触らなくなる。でもそのちょっと芸術家よりではあるよね、その音楽をやっていたわけだし、まあ、絵が好きだし、まあ、芝居というか、うん、答えはない方が好き。なるほどね、うん、作り出すっていうか、うん、無から、うん、ゼロから近い答えを求めろって言われる方が苦手。なるほどね、うん、できない。うんうん、え、芝居を始めたきっかけってある？きっかけはね、いや昔もともとその声の仕事とかに興味があったんだよ、もともと。でもうそれが小学生ぐらいかなって、その頃にそういう声の仕事ブームとかが来ちゃって、私はすごい甘弱でもう絶対になるもんかとか思ったんだよね。なるほど。でその中で私はトロンボーンを始めてて、本当にさっき言ったことじゃないけど、答えを求めるとか勉強がつまり苦手なんですよ、うんうんうん、とっても、うん、お成績は悪いんですわざわざ O つける、お成績が悪くて、はい、の上でじゃあ普通の高校に行くってなると、まあ大変なそのお成績の高校になる中で、うんうんうん、1個の技術を伸ばせば、もうそこから私の中の動物の理論が始まってるんだけど、早いの？1個を伸ばせば、うん、そこで輝けるって思って、トロンボーンもめちゃめちゃ練習して、それは自分でそこにたどり着いたの？うん、勉強はしたくなかったんだと思う。へー、誰かに言われたわけじゃないんだ、自分でトロンボーンを磨こうと思った、うん、もう私にはこれしかないけど、その時に思っちゃって、かっこいい、小学校の時に、小学生で、うん、かっこいい。でも夢ではそのお芝居っていうものにはあったんだよ、うん、だけど学校にまず高校に進学するっていうことの方がその当時っていうのは大事なわけだから、そうだ、ね、ってなってくると、じゃあ私にはこれしかないんだって思ってガーやって、まあ、その付属の高校に入って本題に行ってっていう流れがあった中で、ずっと忘れられなかったんだよ、役者は。ああ、もう入って、なんかどっかにあったの？うん、これはね、その音楽やってる人、音楽これから受験する人に対してはすごく失礼なことだし、すごくなんだろう、良くない意見なのかもしれないんだけども、こういう人間もいたということで、もう私は結局そっちを忘れきれなくて、せっかく受かってすっごい勉強させてもらったし、すごい学費もかかったし、すごいいろいろ大変な思いをさせてもらったんだけど、それを全てやめて、やっぱりこっち行かないと私死んでも死にきれないってなっちゃって、だから戻った感じ、すごい遠回りしたって感じかな。そうだね、それから大学卒業した22とか大学卒業よね、うん、で、でちゃんと卒業して、ある1年間はトロンボーンだけでやって、ダメだって思ったらもうすっぱりやめるって思って、ダメだってなってすっぱりやめた。1年はトロンボーン奏者みたいなことやってた。フリーで、あの世界のフリーでアンサンブルとかあるんだ、ね、コンサートがたくさんあって、であとあのオーケストラにエキストラ、あのいわゆる何つうの、その日にさ、うん、コンサートが1個あります、本番があります、はいはい、休んだりするのよ、1人体調悪くてバイオリンの人が1人って言った時に、この曲を
もう仕上がって演奏できる人がそこにポンって黒服を着て入ることになるのね、うん、その枠っていうのはたまに連絡が来るわけよ。すいません、明日のサントリーホール大工なんですけどトロンボーン何番行けますかみたいな、ああ行けますみたいな感じでっていう、そういうお仕事もある。それトロンボーンの人が休んじゃったってこと。そうああなるほど。っていうのでなんかじゃあリストみたいな持ってるんだきっと。その多分そうだったのかな。でトロンボーンの人はこの人みたいな連絡みたいな。そうちょっと役者が出ていつでも行けますよっていう状態を作っといて、音楽をして、ね、クラシックの曲を勉強しといて、誰と一緒になっても音を合わせられるようにはある程度しておくっていうのはずっとそのフリーだったので。面白いよね。だからちょっと役者に似てるよね。そうだね、役者に。へえ、そういう仕事があるんだ。そうだから1ヶ月も稽古ないからさ、明日っていうこともあるから、うんうん、常に磨いとかなきゃいけないんだね。そうで、ある程度こうクラシックとかだったらどれでも大体弾けるようになっていかなきゃいけないんだ。そうそうそうっていうのをやってたのが1年間だったんだけど、でやっぱダメだっつって、なんかもう、あ、多分私これ以上上いけないわっていう、なんか天井を見たというか、あ、まあその引っ張られたのかもしれないんだけど、やりたいものにね、うんうん、でもなんか結果そのタイミングでバサーやめて、もう私役者やるってなって、でなんか養成所、うん、はい、そうですよ。ですよ。もともと同じ事務所。それは言ってない。大丈夫、よかったよかった。大丈夫、はい。俺は大丈夫。私も大丈夫。あ、よかったよ。もともと同じ事務所だ。もともと同じ。はい。でしかもレッスンも一緒に。レッスン一緒に受けますね。お芝居レッスンね。だからあれが多分だからウルタもそうなんだろうけど、あれが多分スタート。そうかそうか。俺もあそこスタート。そうだよね。うん。っていう1年。でも1年しかいなくて、そこには。そうだね。うん。私絶対1年で辞めますって先に言って入るっていう。あ、そうなの。そう言ってたの。そういう入り方あるんだ。そういう入り方を許してもらえないから、じゃあ入りませんって言ってたんだけど、いや入って入ってって言ってもらえたから、いや、まあ、私のわがままを通したっていうところがあるんだけど、今やらせてもらって。まあでもね、レッスンで一緒になってね、うんうんうん、その時の思い出もあるけど、もうあれから10年近く経ちます、うん、経ちますね。恐ろしいね。経ちますね。恐ろしいね。恐ろしいね。本当に年取るよ。本当ですよ。でもさ、10年やってるってことはさ、やっぱやりたかったからね。そうだと思う。やっぱ今の方が楽しい。ああ、うん、今の方が全然楽しい、うん、なんだろうね、うん、でも全部生きてる。その経験がなければもっと早く始めてられたものなんだけど、役者とかってさ、若いうちからみんな10代から始めるわけじゃん、はい、早い子は、はい、だけどね、なんかそれを全部音楽に費やして、そこの世界のノウハウだったりとか、その厳しさとか楽しさとかは、いや、めちゃめちゃ身になってる。なるほどね、うん、まあそれはスポーツも似てるとは思うけど、うんうん、やっぱ経験がね、うん、いろいろ役者の芝居とかでも出るから、うんうん、それはなんか俺も糧になってるなと思うところ、うん、全部経験できるっていいなって思った。あ、人間そこはおもろいなって思った。役者ってさ、うん、なんか無色透明じゃん、あれ、まあ、あの色がある人もいっぱいいるんだけど、うんうんうん、いろんな役をやんなきゃいけないから、うんうんうん、この時緑に染まんなきゃいけなくて、うんうん、赤にしなきゃいけないとかあるじゃん、うんうん、だからさ、なんかこう吸収をとにかくしようとしてるね。さっきの話に戻るかもしれないけど、うん、なんか今回バーテンダーの役とかさ、うんうん、今回はキャビンアテンダーでやんなきゃいけないとかさ、うん、いろいろある、うん、でもとにかくこの癖とか、うんうん、なんか喋り方とか、なんか目つきとかも含めて、うん、とにかくいつもなんか吸収しようとしてるなっていう感じは。そうだね、なんかすぐ生かそうとしちゃう。わかるわかるわかる。だから答えを見つけるのは嫌いだけど、うん、答えを出さ、あの決められた答えを導き出すのは苦手なんだけど、うん、あのじゃあなんでその目つきになるのかっていうのを探す、その答えを探すのが好き。そうだね、うん、そういう作業だよね、ある意味役作りって、ね、うん、っていうのはめちゃめちゃ好き、うん、なんかどう言ったらこういう風に伝わるんだろうじゃなくて、どういう状態になったらこの言葉が出てしまうんだろうっていうところをすごく考えるから、ね、なんか言い真似だけしてるのはお芝居じゃないって私は思ってしまいがち、それが求められるところはそれが正解だと思うし、あ、そうでいいんだけど、なんか自分の中で自分を深める場合は絶対に、あ、もうその状態にならないと自分が言えない状態まで自分を追い込むとか、あ、結構そういうタイプだ、そういうタイプだから。じゃないと言葉が嘘になって、なんかそう言ってて恥ずかしくない、途中で釣り戻るの、あ、私なんか今セリフ言ってる、受けるみたいな。受ける。そうそう、自分に戻っちゃって、なんかもう出てきたものにしないと、なんか途中で私ね、集中力切れちゃう。あ、結構没入しないとダメなんだ。うん、無理、全然無理、私だから結構苦手だね。
稽古やだよね。なんかさ、お客さんもいないしさ、まあ、100集中できないじゃん。でもみんな稽古に出したそう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 。さぶっちゃけ言うと100集中できてないじゃん。できてない、ね、できてない。それでなんかああしてほしい、こうしてほしいけど、本番はやるとか思うじゃん。思うけど、でも稽古大事だからやってるけど、そうそうそう、やるけど、でもなんかこうなるよね。 1% はやっぱこう、うん、雑念があるとか、あるあるある、なんかこうじゃないね。俺もそれはね、思うんだよね。だからやっぱ恥ずかしいって思っちゃうの、稽古。そう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 、恥ずかしいって思う。うん、じゃあ、たとえ衣装付け同士でも恥ずかしい。恥ずかしい。例えばセットとかは稽古場じゃん、うん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 、で壁も稽古場、相手もメイクしてない、うん、まあ、衣装だけ着てる、なんかこうちょっと恥ずかしいよね。私絶対メイクするもん。あ、自分はね、うん、はいはい、あの衣装だけ着た時の顔のなんかもうシンプルさ負けてるかあるよ、衣装に負けてる。そうそう、いやいや、ちょっとこれ私面白いわって思って、うん、そうだよね、それに関してはね、もうメイクするけど、うん、まあ、ちょっと限界あるっていうか、限界ある、ね、うん、みんながみんなそれやってるわけじゃないし、うん、下はね、なんかあの靴のパンチとかだし、だし靴は違うとかね、靴違うとかね、あるんだよ、稽古靴とかね。そうだな、ね、それがね、結構苦手で、だからお芝居は好きだけどね、稽古苦手です。うん、うん、なんか人狼 TLPT だと、うん、あのちょっとスタンスが違うとか、うん、やっぱ普通の芝居と違う、うん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 、で、神社は人狼は得意ですか？不得意です。不得意ですよ、ね。はい。ご存知の。だからさ、そこの両立がいつも難しいと思っていて、やっぱり、うん、そのお芝居とさっき言ったようにその状況にならないと出てこない言葉ってやっぱあると思うし、うん、それが台本でこそそうなのに、うん、さらにアドリブじゃん。自分で言葉を出さなきゃいけない。うん、まあその状況になれば出るかもしれないんだけど、うん、しかも自分をやらなきゃいけない、うんうん。それがすごく難しいと思っていて、うん、なんか気をつけてるというか。何か心がけたことありますか、人狼 TLPT 出るとき。私はだからゲームが苦手なので、芝居のこと考えてません。どっち、芝居のこと考えてない、考えてない、私はもうにじみ出ると思ってるし、うん、設定の上で生きてさえいればそのゲームで私は勝手にその人に周りからは見えているって信じて、もうゲームにしか振ってない。なるほどね、逆にね、うん、はーはー、じゃないと、もう私はもう何だってゲームが寒いことになる方が良くないと私はやっぱあのステージに関しては思うから、あ、それでも怒るんだけどね。そうね、うん、まあまあしょうがないね、それはミスター怒るんだけども、それでもまずはそこをちゃんとしなきゃっていうふうに思うと、もう芝居に関してはもう全部もう置いといてる一旦ね、うん、とにかくその設定で生きて人狼ゲームやる。そう、でも設定で生きてると周りもみんなそういう設定で生きてるからね、同じと出てくる言葉ってやっぱりその設定に沿ってるっていう自覚はあってだから、なんだろう、結構自由に、その設定に関する発言は自由にできていると思って。うーん、なるほどね、うん、はいはいはい、なんかそうだね。いや、なんかやたら予言者が強いとかあるじゃん、神社あれなんかあんの、自分としては感覚なの、その何を見てそう思うの。予言者引いた時だけスイッチ入るの。あ、そうなの、普通の人間じゃダメなの。もうあーだし、人狼でもあーだし、電話してもあーだし、カリドだと大体もうすぐチーンってなるし予言者は違うの、引いた時だけすごく冷静。へー、え、なんかどこを見てるとかあるの。投票。あ、投票、投票と、まあ、3匹絶対にいて、絶対に予言者に見られたくない3匹がどうやって動いてるだろうって考えてると、うん、私だったらこの人とこの人とこの人をきっと占うかなとかじゃないけど、なんだろうな、もう何つも、とにかく怪しいんだ。怪しいし、で、投票は絶対に自分がもう、例えばじゃあもう CEO をしている時、うん、まだ対抗の CEO がいて、いるね、初日の投票とかで、はい、まあじゃあ自分がこれは死なないこと前提だけども、うん、その投票で、うん、私の味方をした人は絶対一人よりは嫌な、あ、まあまあまあ人狼側がそっちにいる、うん、とか絶対、ね、そうとか、なんだろう、あ、すごい分かんない、なんかね、変な理論があってそうだよ、だからそれがね、周りも分かんないんだよね、結局、うん、だから説明できないんだけど、この人を見たって言った時に、なんで見たのって言われると、本当ね、
あのねってなっちゃうんだけど、でも自分なりに何か理論があるんだ。そうだって何票目ぐらいに私を信じるって言ってとか、なんかうんぬんかんぬんで、でだったらまず私に投票した人を占えばいいのに先にそっち占うとかするから、多分周りから「うん？」って、あなたを信じてる人占って何々何っていうことは多分出てるんだと思うんだけれど、全然わかんない。だから私もこうやって夜スタッフに GM さんが来てくださいって、あいつの人を見ますか、その人はこうですって言われた瞬間にどうしようって思うの。逆にね、ああ当たっちゃったみたいなだよねだよねだよねって思ってるんだけど、あさてこれをじゃあこれ目覚ましてみんなにどう伝えればいい、もうパッションしかねえとか結構だから本当周りも理解できない理論だからさ、説明してくれるんだけどさ、分かんないんだよ、うん、それ聞いたところ で、ね、で私も聞いながら分かんなくなってくるし、あれこれ伝わってないよねみたいな、だその独自の理論があるんだね、そう、それはあるから、多分ずっと苦手なんだと思う、みんなを巻き込めないから。ああなるほどね、人を巻き込んでいくゲームじゃん。そうだね、基本的には、うん、それがね、とっても下手です。おじちゃんとか、おじちゃんとやっくんって呼ぶ、やっくん。ちなみにどっちが主導権を握るとかある？どっちだろう。それが許される相手だったから結婚できた。なるほどね、面白いと思ったらぜひチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。そして皆さん拡散もぜひぜひお願いしますね。ではまた見てください。またねー。